はい、どうもこんにちは、ペンペンです。今回はリベンを使ったデッキを作っていきました。はい、まあチャンピオンにはね、パンツとリベンという風な感じで、まあユニットにスペルを付与していくデッキになっています。はい、まあこのデッキも結構有名なデッキにはなってますし、まあ似たようなデッキでね、タリックっていうのもあると思うんですけど、今回はリベンの形で紹介していこうかなという風に思います。まあデッキの内容は概要欄に書いてますが、いっていきたいと思います。ジューシーガスさん、イドムさん、マンゴーさん、タテニー、スタエさん、ハグロさん、リベンさん、シャリンさん、リュウさん、静寂に、団結せよさん、パンテオさん、仕事さん、ひずしさんというふうな感じになっています。デッキの使い方などは試合見ていただければ分かると思うので、それではどうぞ。なんでこのデッキとしか当たんないの？人変わったんだけど。ちょっとこのデッキでさ、なんもなんか、ねえ、もう、パンツがよく分かんない、こいつの使い方が。嫌なんだけど、パンツ。どうしよう。で、リベンベン。やっと来たな、お前、リベンな。久しぶり。まあ、笑顔を絶やさずね、行きましょう。はい、しっかりと笑って。笑っていければ、多分、手も光っていく。手も光れば、試合に勝っていく。で、試合に勝っていけば、マスターにもなれるっていうね、ウィンウィンウィンの、ルーンテラーやっていこうかなというふうに思います。どうも、こんにちは、ぷんぷんです。行きましょう。で、ちょっと、なんかこれ気持ち悪いんだよ、このカード。大丈夫？これ、なんなの？なんかやられたの？この人、体。弔いを誘う、もういいや。パスしましょう。はい、ここ、リベンでいいね。うん。リベンでいいねって、まあ、リベンでいいな。はぁし。砕けた笑いは折れない。これ、声聞こえてる？俺だけなんかあんまりリベンの声も聞けなかったの。クイックアタック、どんなものがおるかの。まあクイアタぶち込んででいいね。特にいいや。ここで層の行ってくんならね、うまいから全然いい。あ、なんだそれ。スピットファイヤー、なるほど、スピファな。ここまでなの。パスト。次、まあドラゴンさん出していけばいいかな。で、静寂いいね。ハッシュ、ハッシュ引けたのはでかいね。まあドラゴンさん出してて、あとは、まあ、パンテオン、こいつあまりいかないね。レベルアップスタック稼げない。はい、影は死のごとく言うてるお姉ちゃん出てくる。大義のためにか、森に変わってお仕置きを。まあ、オッケーしましょう。はい。で、パスト。うん。あとはパンツいってしまってね。いけばいいかなと。いこう。はい、一丸となろう。こういう時代だからこそね。ここ、後出しで団結せよ打ちたいなってところはあるけど、盤面を削っていきたいってところもあるから、アグレッシブに動いてしまってもいいね。はい、これでいいね、うん、ぶち込むわ。あ、許さねえ。もうこのデッキに3回負けたらもう今日配信やめます。同じデッキにね、反省をしないようなプレイングだったらもうやめます。なんだろう、なんかいろいろとバーススペルを覚えないといけないから大変だな。なんだそれ、クズ鉄の？クズ鉄の。神であろうと報いは止められぬ。将来してんのかな？なんだろう、全くわかんない。何今の。クズ鉄の山、このカードプレイするにはカード1枚破棄してメカ用で。キューダ破棄したんだ。いいね。特に悪くない。俺に任せ、はい、俺に任せな男。あ、何これ、ラウンドなんだこれ。じゃあ、あ、ちょっと完璧勘違いしてた。うわ、ラウンドなんだね、知らなかった。コンスタントに打っていかないといけないんだ。よかった、気づいて。
あぶねえ。なんかおかしいなと思ったんだよな。全くスタック上がんねえなと思って。対象選んだやつじゃないんだ。対象に選んだラウンド数が5に達したときね。わかりづらいよね、書き方。詳しく調べねば。だったら捕まえてみな。で、じゃあ、でいいや。はい、パスしよう。うん。焦ってね。やる必要もないか、今。次のターン、ポポーンって打っちゃえばいいし。まあ、1個だけ、こっちだけ打っといてもよかったかもしれないけど、今。お、OK。まあ、トリマーじゃ。クイアタをこっちに付与して、オーバーパワーをこっちに付与する。ほんで、ゴー。これでいいんじゃないか。パンツも難しいな、使い方。なるほど。スペルマナーとかも結構使っちゃうから、使い時っていうのも難しい。 OK GG イエス、いいぞ。お、フィズなんだっけこれ、アリーナだっけ。はいはいはい、マッチング。もう何ですかこの手札、なんだこれは。なんでこんなことになってしまうんでしょう、いつも私は。はい、でまあまあまあいいんじゃない。光なき秘術師と OK。 な、重くないか手札、こんな重くなる。森に変わって、え、なんだこれ、森に変わってお仕置きよってなんかいたよな。でパンツ、パンちゃん来たから平気だね。でこれ強いよな。パスしよう。 OK。 はい、でパスと、あ、これ手札に戻ってくるんだね、ネクサストライクスと。こっち出しなんだね。お仕置きよ。で、傷ついてる。まあ自分で傷ついてるって言わないけどね、あんまね。うん。まあ傷ついただから受け身か。受け身だから、よきと。はい、行きましょう。OK。まあ次、こいつ秘術師出してってでいいかな。はい、まあパンツ出す必要もないからね。もう相手何くんだろう。あー、それめんどくさいなか、しずく別にめんどくないか。ほんなら、じゃあこっちでいこう。で、これですね。うん。わい。いいぞ。これでスタンもかませるから、あれだね。そこまで悪くはないか。トレードとしては。腰だよ。で、アーリー。なんだよ、こいつ。退屈とおせっかいの質問かしら。まあ、パスしようか。はい。結構可愛らしい声してんだな。アーリーって人。あ、そういう風に動いてくんだね。へぇ。まあ、これでいいかな。あ、そういうこと。ほーん。あっそう。じゃあこれでしばくか、こいつ。これでいいわ。オッケー。よく分かってねえけど、これでいいわ。あ、拒絶とかあんのかな。ちょっと拒絶やめてほしいんだけど、それだけは。いやもうな、まあ、いいホームカミルなら別にな。でパンツオンがそこまであれだな。どうしようかな、ここ団結せよ。じゃあこれいこう。はい、で相手はどこか思い切っていくぞ。思い切っていただく。あー、道は見えてます。まあこれでいいかな。ちょっとバフかけたいっていうのはあるけどね、相手ブロック絶対してこないからね。まあいいや。はい、強いなこのアーリーってやつ。オッケー。
やだなこれ。うわなんだこいつめっちゃ広げんな。なんだこれ。右にいるビーチと味方、その後その味方、もうよくわかんないね、書いてることが。難しすぎるわ。スピットファイヤー、なんでこれは全部戻ってくの。アタックストライクするときだから、ほんならじゃあ静寂ぶち抜けばいいんだ。ほんなら静寂ぶち抜いて、ぶちぶちぶちいって、譲れません、これでいいってことだよな。 OK。 まあ一応羽衣とかもあるから。え、なんだそれ。まあ OK するか。はい、今の何、攻撃力3以下のユニットを1体利用させる。めっちゃ強いじゃん。そんなんもあんだ今。こっちでいいか。いや、クソイルエシブめんどくさいな。いや、なんだあれ。気持ち悪いな、あれ。うわ、すごい、めっちゃ美女じゃん。かわいい。ちょっと。なんだ急にこいつ。なんでこれレベルアップするの。リコールしなくない、今。なんでリコールしてないのに今行ったの、あれ。どういうこと、こいつ自体もイリューシブ持ってんの。負けじゃん、ちょっと待って。え、無理じゃない。パンツオン何すんのこいつ。まあいいや、パンツオン出すか。おい頼むぞパンツオン。お前がいないと勝てないから。これ音聞こえてるわと、デスクトップの音。まあこれリーサルねえんだ今。おいおいマジかよ、リーサルねえじゃん今この段階で。もうなんで後出しじゃんけんしないといけないのこれ。とんでもないゲームだねこれ。もう後出しじゃんけんじゃん。ブロックしてきて、なんか。あ、してきた。マジか。ほんと？こっちだろ。ほんでパンテオン。これパンツオン何？いや、なんかそこまで強くねえな、この技。パンテオンの盾。よくねえな。で、雫。1,2,3,4,5。 いや死じゃんこれ。もうイルシブおもんないわこれ。何、もうイルシブおもんない、イルシブおもんないこれ。ちょっと、もうこれどういう風なことなの、これどうなってんのこれ、なんなのこれ。ずっと笑ってんだけどこの女は。いやいやいや、もうええよ、もうええって、もうええって。なんでこんな遅いわねって言われなきゃいけない。遅くはねえだろ絶対な今。